えー、皆様、おはようございます。ただ、いまの時刻は、二千二十三年十一月二十日月曜日の朝九時四十一分二十六秒のところですね。えー、金曜日は、ついにですね、もう動画を上げることができずに、大変申し訳ございませんでした。えー、金沢の弾丸二公園を終えてですね。帰ってきましたらば、東京は山手線がですね、えー、大工事で。 えー、もうなかなかね、目的地の駅に着けないんですよね、まあ、そして、えー、金沢方面は、非常に低気圧で、ピカピカ雷のです、ね、空が光っておりまして、も雨もね、降りしきって、大、ま、体、ああのー、金沢の方面は、弁当を忘れても、この傘を忘れるな、だったと思いますけどね、なんか傘が必要な地域なんですね。 なのもともと地元の方たちは雨に慣れているということだったんですけれどもそれにしても横殴りのです、ね、激しい雨の中です、ね、多数のお客様がお越しくださいまして白衣、そして、えー、白山ですね、まあ、こちらの新証券坂本様の営業所をこちらのところで記念講演をさせていただきました。 それにしましてもですね、もう本当に雨の中ですね、温かいお客様のお気持ちに励まされまして、たくさんご来場いただきましてですね、とてもね、感謝しております。ありがとうございました。また、その先週にはですね、長崎に伺いまして、長崎の皆様にも2講演聞いていただきまして、本当にありがたいことですね。この後は うん、11月の28日にです、ねえー、証券会社さんとの間で勉強会を開催しまして、まあ、講師にお招きいただきまして、えー、こんなね個人投資家さんにはこんな課題があるねとかいうようなことで銘柄なども含みましてです、ね、勉強会させていただきます。そして 個人投資家様向けの講演会は12月2日に大阪厚生証券さんでやらせていただきます。まだね、お申し込み受け付けていますので、大阪厚生証券さんの方にお申し込みいただければと思います。というわけでですね、私がの動画を作る間でいろんなことが起こりましたね。どうも自民党を存亡の危機にさらされているように思います。まあ、そここで,です、ね、皆様と政権交代が起こった時の 株式市場って一体どんな風になるんだろうかということをね主眼において今日は動画を作っていきたいと思いますどうぞよろしく最後までご視聴のほどお願いいたしますそれでは始めてまいりますね え、さてですね、この記事はすでにお読みになった方もいらっしゃるかもしれませんけれども、今一度押さえておきたいと思います。え、週刊現代のですね、えこちら11月8日、日本株特集のところの記事なんですけれども、岸田首相が国民の資産1100兆円を、 海外流出させようとしているその黒幕の正体と題された記事なんですね。でこちらなんですけれども、まあ、岸田さんの支持率が非常に衰えてる中落ちてる中ですね、まあ、外国の金融界からは岸田さんを頼みに思ってる方が多いという内容なんですよね。でえー、こちららかつてはチチチャールルやゴルバチョフら主要国のトップが 演説をした名門の金融クラブなんですけども日本の最初ではですね吉田茂さんでもあの安倍晋三さんでも立つ機会がなかったそんな名門クラブでの講演そこに岸田さんが呼ばれまして岸田さんは金融界の外国人大御所たちを前に、まあ、お得意の英語で今後の岸田政権の金融政策について披露したわけなんですね。 で安倍さんでさえ立たなかった国際金融の中心の舞台に岸田さん本人が立っているということでですね、え岸田首相の高揚感は筆舌に尽くし難いものがあっただろうと言われているんです。ね。帰国後も金融の世界では、 え岸田の名前が届いているようだなということで自信満々だったという話なんですけどもしかし AP、APEC、え、で、ー、アメリカバイデン大統領との会談もあった中ですねお帰りになった岸田首相を待ち受けていたのは、まあ、この報道ですね。自民党でですね、の、えー、の団体、約4000円の収入記債で告発、えー、特捜部が、 任意聴取をしているという話ですねこちら18日の19時14分の NHK 報道ですね、まあ、これに対しまして岸田さんは、まあ、しっかりと各派閥の代表が、えー、説明する責任があるということはおっしゃったわけですけども冷水を浴びせかけられたような状態になっているかと思います。APEC ではこの韓国大統領とも そして習近平さんともですねそしてアメリカ、バイデン大統領ともですねこの交流してですね面談をしまして、まあ、なんとかね、えー、外務大臣のお職が長かった岸田さんですねお得意の英語で外国人と情緒発ししている姿が支持率上昇に結びつけばいいんですけれども冷や水を浴びせかけられた状態,で状態ですね。まあ、これがが自民党ま、えー、ますます選挙ができないし 解散総選挙の結果、惨敗が予想されるような、まあ、ゆゆしき事態のニュース、これが相次いでいるのが痛いですよね、解散・総選挙はできないという状況かと思います、はい。こちらはですね、マネーポストウェブというサイトなんですけれども、週刊ポストの、ね、ウェブサイトです。2023年11月19日朝7時の記事で、ランキングトップで読まれている内容です。 インボイスで消費税二0取りの巧妙手口財務省の資産以上に税収増の可能性最終的な負担は国民にという内容なんですね。で私たち現場の人間はですねこのインボイス適額請求書でですね大変な事務作業が増えておりますどこの会社さん営業者さんに聞いてもですねもう事務手間が大変だということなんですね。 まあ、取引先の中にはうちも含めましてですね、まあ、インボイス番号をなかなか取得できない状況の中請求書発行しなければいけなくなりましてそんな時にですね取引先の方からいろいろねインボイスは何番ですかとかインボイスがない状態での請求書はこうしてくださいああしてくださいっていうねやり取りが増えてるんですよねねそうした国民の現場ででははは苦労が多い中です、ね、実は財務省は非常にね。 えー、税収が増えるスキームなんだというは話なんですねまず消費税のインボイス適格請求書制度導入につきまして増税を目的したものではないと説明した財務大臣だったんですけれどもえ実際はですね、えー、複数税税率で適正な課税をやっていくには イインボイス制度は必ず必要だということでですね、まあ、この一応表向きの話はそうだったんですけども税理士さんが試算したところですね実は消費税は二重取りされていて最終的にはですね本来ですと、えーね、1100円の消費税だったはずなのに合計の税収は2200円上がっているすなわち国は税率のです、ね、18%の 税収が得られる仕組みなんですよということをですね、まあ、税理士さんがあの解説されてるんですね。ということは私たちは消費増税をやむなく飲まされてるような状況ではないのかということでですね、まあ、非常にこれも岸田内閣の支持率低下の一因となっているんですね。い、まあ、いよいよこんな問題が噴出してる中 え岸田卸の動きも活発という報道も出てきておりますさあ私たち投資家はこんな状況ではどのような投資姿勢が最もリスクを避けることができるのでしょうか、えー、さて政治と株価という面におきましてはですね まあやっぱり国策に沿った銘柄は上昇しやすいということはね、私たち経験則で知ってますので、まあ、どんな内閣がどんな政策をするのかということに関しては、まあ、樹木が、ねえー、高まって、えー、どんなことやるんだということでですね、関心があるわけですけども、まあ、あの過去のですね、内閣総理大臣の着任期間ですねそれを見てみますと、まあ、岸田さんもちょっと微妙なところに来ているなと思うんですすねで。結論から言いますとですね。 来年はアメリカで大統領選挙がありますのでトランプさんが選ばれる可能性だってなくはないしバイデンさんっていうのはちょっと高齢だからなというのがあってですね、まあ、どうなるかは分からないですねでそこで岸田さんがですね、誰もがなし得なかった日本人の誰もがなし得なかったアメリカの金融クラブで、えー、自分のですね、その経済政策そして運用環境に関するですね、話をされたと思うんですけども これが意味を持ってくるわけですねえ。大きな金額を運用している外国人投資家にしてみると不確実性が高まっているアメリカの大統領選挙があ、ね、意識されるアメリカ市場で運用をするよりも、まあ、なんとか岸田さんに解散・総選挙をさせない圧をかけてですね、まあ、日本でこの金融資産が1100兆円もあるとなると、まあ、実際には家計のですね、えー 総トータルの金額は2100兆円を超えてるわけですけど、ね、その半分としても1000兆円以上の国民資産を株式に導いていければですねこれは外資にとってうまみがあるわけですよね。だから岸田さんがその有数のアメリカの金融クラブで講演をしたことを考えると内閣支持率が落ちてる。 そして自民党の支持率も落ちてる、解散・総選挙はできない、そして来年の総裁任期まで引っ張っていく、その総裁選挙引っ張った頃には、アメリカの大統領候補も、どちらが有利かが見えてくる、まあ、金融運用担当者はそこら辺を考えて、ちょっとワンクッション、日本株に乗っていくかということを考えている可能性もあるなというふうに思います。 でどちらにしても、まあ、日経平均株価はえ上がる一方かどうかっていうのはね私は微妙だなとは思ってるんですけども国際金融資本が日本市場に着目してアメリカ大統領選挙の数勢が見えるまで日本株で一勝負っていう可能性は十分あるかなと思いますねなので、えー、前半は日本株ある程度展望は持てるのではないかなという,ふうに思います。 えー、さて今日のお話のまとめをしたいと思いますアメリカ大統領選挙の結果がはっきりするまでに半年間ありますその半年間の間に日本では2024年信用新人差が始まります日本の個人の金融トータル資産は2100兆円超え少なくともその半分現金があるわけですよねこの山の中からどの程度新人差に流れ込んでくるか 可、まあ、処分所得がですね、国民負担率48%可処分所得が思い切り減っている日本人の懐具合を少しでも豊かにするために皆さん、新任者でお金を運用されるものと思います。そこで岸田首相がですね、アメリカの金融・運用担当者が集まる名門クラブで講演されたことの、えー、クローズアップをしてみますと外資はですね、アメリカ大統領選挙の数勢がはっきりするまでの半年間 日本株で山が動く、この半年間でちょっと日本株で運用してみようというモチベーションがスイッチ入ったのではないでしょうか。えー、まあ、自民党、そして岸田内閣の支持率の低迷を見ますとですね。とても解散総選挙はできない状況,状況です。そこで、外資は,は解散総選挙という冒険がないと読んでですね。半年間、日本株で勝負してくる。そんなプランを。 温めていいるのでででではないでしょうかそこでですね皆様が外国人の立場に立ってみるとどんな銘柄にシフトしたいですかということですねまず時価総額の大きい順番で見ますとトヨタ自動車天下のトヨタですそしてですね日本電信電話萩生田光一さんが岸田首相にですね閣議決定した防衛費増強にもし財源が足りなくなった場合は NTT を放出すればいいじゃないですかというね ペーパーを持っていきましたよねまあ、萩生田さんっていうのは非常に不思議な動きをされるなと思いますけどね、えー、この日本電信電話 NTT ですねこちらも賞賛ありやと思いますそしてですねもういち早く新認査で個人投資家の山が動く前に買いやすい株式にする必要がある株価にする必要があると危機意識全開で取り組んでいる三菱商事はじめ1月1日からもう分割の状況になる こんな名門企業の一角を買っていくでもありますそして拠点をたくさん持っている日本郵政そしてゆうちょ銀行カンポ生命なども狙われてくるでしょうね。というわけでまあ毎週金曜日に、えー、ご紹介している我が家の猫ちゃんの動向ですねこちらも金曜日に変わりまして今日つけたいと思います。猫好きの方ぜひ見てくださいねそれでは今週も よろしくお願いいたします。また水曜日、えー、お目にかかれたら嬉しいです。それでは良い一日を。この子は地域猫のパンジーです。パンジー、レオのねご飯をとあのもらいに来るんだよね。よいしょ、これふさかりしてすごいです。で <laughs>、ね、こういうことをレオは見に来るんですよね。ね、レオー。 他のコちゃんがねなんかレオのご飯をもらいたいと思って来てるんだよね。どうでレオはですねそうした地域猫の動向を朝はねすごく気にして匂いを嗅いだり音をね確かめたりして僕の陣地を荒らしてないかなっていうことをね気にするんですよね。で見つけたら結構ね挑んでいったりします。 結構ねあの戦闘モードで行ったりします大丈夫だよレオちゃんパンジーはレオをね尊重してるんだよご飯欲しいだけなんだからねというわけでねレオもね朝は忙しいよねパンジーの動向を気にしているレオですでもレオはねマンション猫だったからあんまり喧嘩の仕方が分かってなくて、えー、挑んでいくんだけど こう2回目読んだあとねその後組み敷かれちゃうんだよねそこがねちょっと課題だね組み敷かれたあと下に寝転んじゃうと上から首とか噛まれちゃうからもっとこうにらみ合ってパンチでパチッとすれば強いんだけどねよしそこがまあレオのかわいいとこなんだけどね なんかね、あのー、なかなか喧嘩がうまくなれないところがあってですね、もどかしいんだけどね、まあ、そこがレオのかわいいとこだよ。パンジーは、レオの餌をおこぼれ欲しいだけだからね。というわけで、朝のレオちゃんでした。また来週ね、ぜひ見てくださいね。レオ、こっち見て、なんかカメラ向けられると嫌なんだよね。

それでは引き続きぜひこの動画とお付き合いくださいね。また様々研究してお届けしてまいります。